特殊環境は閉鎖空間ですので、まあ、煙の充満の速度に対しても速いですし、やはり迅速な活動が求められますので、各関係機関の連携が非常に重要となってまいります。でありますので、やはり定期的な情報交換、または定期的な訓練の実施、これが重要になるかなと考えております。安心して供用開始が迎えられるというふうに思っております。大型車、特に観光バスとかですね、そういったものの通行に効果が得られますので、観光振興と、または産業のですね、発展のための物流、そういったものもですね、スムーズにいくものというふうに考えてございます。